れ。これ白かな。まあ、白が一番オーソドックスなのかな。わ、待って待って、本当にわからん。これ、これにする。これにします。こんばんは皆さん。こんばんは。私はどっからどう見ても東京にいます。どっからどう見ても東京にいますって。あ、今日お団子してるんだけど、まあみんなには見えないか。お団子してます。雨ですって。本当？マジで行ったとかな、韓国に台風。え、逆じゃない？え、逆じゃない？ちょっとわからん。そのなんかチリわからんけど、都会人ぶっとるよ。山手線全部言えるよ。嘘嘘かい。嘘です。渋谷と原宿しか言えない。あ、新宿も言える。あれ山手線なの？新宿って違う？知りませんけど。買えるのに、いやもう本当にもう昨日の話はしないでください。私本当にもう、え、ジェラート来た？ジェラートって誰？そう、まあそれでね、私は昨日散々、ちょっと待って、こんな高いとこからこんにちはしてたわ。私もうちょっと低くない？いつも配信です。こんくらいでいいという、別にこんくらいでいい。ほら、これ私が真ん中に来るようにしたいって。あ、よかよか、これで。やっぱり悪いとかな。なんかバンクに、ソフトバンクに言うしかない。あ、ジェラート、ジェラート全然、え、私のとこ来たかな。あ、スーさんありがとうございます。ジェラート、ジェラートありがとうございます。アイスのスーさん、アイスのスーさんになってしまった。アイスーさん、何そんな悪い？洋菓子と和菓子、ちょっとね、洋菓子の方が好きなのは多い。和菓子はさ、結構なんかあんこ好きなんですけど、苦手なの苦手なんですよね、普通に。そう、苦手なのは苦手。そう、なんかでも洋菓子やったら結構好き。なんでもなんか和菓子って当たり外れ歩くない？気のせい？かゆう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 。え、ブリントさんもニコってありがとうございます。ちょっと待って、私のとこにこんちゃけど、あ、ブリントさんありがとうございます。ジェラートありがとうございます。皆さん、アイスみたいにブワーンって出てこんとかな。そしたらわかりやすいっちゃけどさ、流れていくとよ。あんこはユミリンとこの愛犬。だ、誰？誰そのユリミン、ユミリン、ユミリンってどこのユミリンさんですか？ユリユリはね、揚げ菓子やけん、揚げ菓子です。ジェラード、ジェラート。よ、イベント出てないですよ。イベント出てないっていうか出てないですね。今のところ。またって、もう結構前ですよ、イベント出たの。もう 2ヶ月前ぐらい。そう、なんでフラミンゴなの？なんで可愛かけんたい。フラミンゴが可愛かけんたい。可愛いやろ。わあ、なにこれ、またアイスクリームだ。すごい、いっぱい種類ある。アイスキャンディーって、ありがとうございます。で、誰なの、ニブちゃんは。ニブちゃん誰？ニブちゃん誰？誰かな？久保くん？久保くんいたの、さっき。かっちゃんだ！かっちゃんしかいない！こんなのかっちゃんしかいない！絶対かっちゃんだ。こんばんは、ありがとうございます。まあまあ、昨日の話は言わせんでって言ったんですけど、めちゃめちゃ言いたいので言わせてください。昨日はですね、帰ってくるだけで、本当にもう一苦労で、白いの？ん？首？あ、これですか？これ生まれつきなんだよね。色素がここだけないんです。なんでと思う？私も知らん。
そう、私も知らんじゃけど、なんかここだけ色素がないんですよね、生まれつき。そう、かわいいやろチャームポイント。本当？気になる？え、そんな気になるほど見えます？見える？見えてるの？これは虫刺されですこっち虫刺されで、こっちが生まれつき色素がないの。え、なんかここは本当にどんだけ火に焼けて黒くなってもここだけ色素が入らないんですよ。そう、だから本当に目立ってた。昔はちっちゃい時はここ、ま、めっちゃ黒いとにここだけ白かったからすごいもっと目立ってました。今はね全然目立たんくなった。ここはね虫刺されはもう治ったけどね、ちょっと描きすぎてなんかちょっと後になっちゃった。それで昨日の話なんですけど、迷子になったんですね。全然知らない名前のとこにたどり着いて、本当は行きたかったとこじゃなかった、ちょっと違うとこに着いちゃって、もう本当に最悪で、1回目見せた時にえどこここってなって、でなんか一旦ね羽田空港に戻ったとよですけど、戻ったのはいいけど、そっからまた、あ違う、えどうだったっけ寄り道はねもうね行ったんで、私あ待って、ニキビがいた、ニキビじゃないこれ、ほらもう最悪。それで一旦戻ったとよ、もうめんどくさかったっけ、分からんし、そうもう難しくて、しかもでなんか1回目はそれで間違えて戻ってきたんですけど、その次の間違え方が本当にアホで、なんかねこっち側が3番線と4番線とあるしさ、そしたらなんか私3番線に乗らんばやった後に4番線に乗ったしさ、そしたら全然違うとこに行ってから、うんです、その電車賃払って、電車賃ももちろん払いました、から多分損したと思う昨日え、どうなんだろう、え、どうなんだろう、あれって損してるのかな、行っても改札通ってない、あ、通ったか、あ、でも行って来て通ったのかな、わかんないけど、なんか多分損してます普通に交通費無駄にしてる気がする、あんだけね、まあ、時間はほんと損しまくってますけど、もうショックで1回目間違った時はちょっと怒ってたんです、自分に、ね、もうどうしてこんな間違えちゃうんだろうと思って、いやここどこだよみたいな、でおうちんとお母さんとりゅうさんにもう間違えましたみたいな LINE を送ったんですね私は なんか電車を間違えましたで怒ってますみたいな、怒ってた。あ、空港内はね結構もう迷わないんだけど、そう、それでじゃあそれ2回目間違ったって気づいた時にはもう本当に泣きそうで、でもどうしてこれ間違えるんだろう私はと思って、でもね一つだけなんか私って本当にね自信家なんですよ、本当にこれ良くないんですけど本当に自信家なんです、音楽聴いてた時ラインバブルしてたの私、もう最悪じゃん、なんでそんなさ間違えるかもしれないっていう自分を疑う気持ちが1ミリもないの毎回本当に毎回自信満々に乗っちゃうんですよね電車に、でなんかその電車が来るのが30分とかだったので、私あまだ10分もあるわと思って椅子に座ってラインバブルしてたんですよ、なんか平日の昼間だったから本当に人もいなくて、別に並んでなくてもスカスカだったから、とりあえずもう荷物も重たいし吸うわろうと思って座ってラインバブルこうやってしてたの、それでやば30分だと思って乗ろうとしたら、え待ってこれ違うくないと思ってそう本当にね、そう自信満々でいい時もあれば本当にこういう悪い面もたくさんありますね、本当にもうなんでこんな自信満々なんだろうと思って、そうダメですね、まあ、自信があることはねいいことなんですよ、いい時もあるよそりゃけどね、あれ時もある、ほんとね、あそういうこと、ミネマッツさんありがとうございます、いちご
パフェ、いちご大福が来ました、ありがとうございます。リップ塗ってありがとうございます。いちご大福や、可愛かね、いっぱいあると思った、オレンジメイクしようと思ったっちゃけどさ、赤リップ塗ってしまった。まあいっか別に。わあ嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。いちご大福泣いてる、泣いてないわ。そんな昨日のこと思い出して泣くようなタイプじゃないです私。泣くならその瞬間に泣きますけど、まあ泣くほどでもなかった。なんか時間あるし、もうちょっと余裕も、ちょっとイラついちゃったの自分に。そう、ちょっとイラついちゃったんですけど、冷静になって、おいおみずき、ちょっともうちょっと余裕を持ってよって言い聞かせたんですよ。そしたらなんか、うん、余裕が出てきて、別に泣きそう、一瞬泣きそうになったけど、どうでもよくなりました。そう、まあ仕方ない、終わったことだしと思って、もうこれ時間も取り戻せないし、お金も取り戻せないから、まあ仕方ないかと思ってラインバブルをしました。そしたら最高得点が出たから OK、 OK です。そう、の上昨日イラついてたの本当は。ロンドンは夕方です、こんにちは、かっちゃんやろ、寝るから後で起こして、寝ないで寝ないで。そう、悪魔おみちゃんがね、何してんだよ、それだからほって呼ばれんだぞって言ってきて、そんなこと言わないで、私も一生懸命電車乗ってるんだから、おいおい、あおいおいっつって。でもちょっと今の適当すぎたけど、本当ですよ、もう本当に昨日は散々な一日で、でもまあとりあえず無事に帰ってこれたからよかったです。そう、なんかお母さんも途中から、最初は笑ってたの、また間違えたとねーみたいな感じで笑ってたんだけど、途中からお母さんもめっちゃ心配したして、今どこいるの、ちゃんとお家帰れたと、とか言って、めっちゃなんか真剣な LINE がめっちゃ来て、すいません心配させてすいませんって感じでした。そう、結局のところ野上瑞希はまあそうですね、昨日まではアホだった、でも今日は結構普通だった。まあ普通でしたね。いやもうちょっとなんか集中して電車に乗ろうって思いました。でもう自信は持たない。なんで今日は後ろでまとめてるの、なんかね最近もう暑くてさ、こう下ろしとくのが嫌なんですよね。別にお家にいたらそんなに汗かかないっちゃかかないんだけど、なんとなくね、今日結構天才やったかもしれん、確かに。今日天才やったかもしれん、だって大食いせんかったし、ダイエットしたし。そう、最近暑くなってきてね、結ぶ頻度が上がりましたね。しかもなんかこう普通のポニーテールだとペローンってこう後ろになるから、あのここがここについて暑いじゃないですか。だからもう最近はもうずっとお団子お団子の方があの暑くない、全然。首に巻くクーラーみたいなの欲しい。そう、あんたあったら便利ですよね。バッサリね、嫌いよ私はね、伸ばすんです。あー、みんなに早く言いたい、早く言いたいじゃなくて、早く、まあ、言うんですけど、別に言うんだけど、早く見せたい。あのね、あの美容室を予約しました。しかも切るわけでもなく染めるわけでもなく、髪が傷んでるんで、美髪、美髪って言うんですか、あのトリートメントだけのために行くんです、私は美容室に。やばくない、ちょっとなんか大人だよね、トリートメントだけに行くことあります。あ、そうそう、髪質改善です、そうそうそう、それそれそれ言いたかった、髪質改善っていうのに行くんですよ。青山ってどこですか。青山ってどこ、あと場所調べてなかったわ、やっぱ危ない。そう、ちょっと今回はあの人生で初めて髪質改善に行こうと思って、やっぱね私ね、こだわ、結構髪にはこだわり始めたんですよね。昔はね本当にどうでもよかったという髪なんて、けどやっぱりね、みんなにね髪を褒めてもらえるようになってから、結構ね、あの現役の時も AKB の時もめっちゃみんなが髪綺麗だねって言ってくれてたんです。けど最近言われないんです。なんでですか。
最近お水着の髪綺麗って言ってくれる人が本当に少なくなったっていうか、本当に髪が綺麗じゃなくなったんです、痛み出してから。そう、もうついに私はね、これはもう行かなきゃいけないと思って、その髪質改善に一旦綺麗にして、そう、でもまあ染める予定はないんですけど、着る予定もないんだけど、一旦まず髪を綺麗に整えようと思って予約しました。ねえ、プリンなってる？なんか黒染めして、なんか一旦黒染めしてるからそこまで目立つプリンじゃないと思うんだけど、そんなゴリゴリプリンじゃないとは思うんだけど、光当たったりしたら結構バレるんですよね。そう、いや全然伸ばしますよ、全然伸ばす、切る予定は全くないです。サラサラストレートを目指して、プリンではなさそうだけど、どうやろうか、どうやろうか、プリンアラモードプリンアラモードってなんかめっちゃ美味しそう。ゴリゴリプリン、ゴリゴリプリンではない。そう、でも美容室って高いですよね。なんか美容室がお高くないことってあります逆に美容室高い、アラドーモか、アラドーモかね、美容室高いよねマジで。なんか東京の美容室ってめっちゃ高い。ゴリゴリプリン、タルタルチキン、また2回行かんよ、2回行かんやろ髪質改善で。うん、腰か、腰まで、あ腰は長かね、このフラミンゴの足の付け根ぐらいまでは伸ばしたいな。腰まではいかんけど、そうね、このフラミンゴの足の付け根ぐらいまで伸ばせたらいいかな。あーでもな、ちょっと長いかな、フラミンゴのくちばしぐらいでいいかな、ここぐらいかな。あ待って、今でもこれぐらいあるかな、分からんけどまあでもここら辺ぐらいまでは伸ばしたい。今ね多分こんくらいかな、こんくらいかな、です。私がハサミで切って差し上げましょう、やめてよ、なんでなんでそんな上手なの、絶対初心者でしょう。何の話、あ髪の毛の話、髪の毛がどこまで伸ばすかっていう話。えさっきから何の話、ちょっと待って、え嘘言わんかったっけ、髪の毛を伸ばす話ですよ。断髪式、断髪式やらんよ、切らん切らん、絶対切らん、切りそうになったらみんな言ってね、お水着切らんって言ってたやん、後悔するけん切るなって。なんかね、一旦切ったらね、もう伸ばしたくて伸ばしたくて仕方なくなっちゃうんですよね。髪質改善2万円、高っ、高い、もう高すぎる。でもさ、何やったっけ、自己投資、自己投資はねいくらでもしろってね言ってた、うちのお母さんが誰の名言やみたいな雰囲気出てましたけど、うちのお母さんですなんか自己投資はいくらでもしていいんだよとか言ってました。それを信じてる。そう、まあ確かにね、歯の矯正とかなんていう、他何があるの、肌の皮膚科とか自己投資なの、わかんないけど、だ教材買ったりするのも自己投資なのかな。リュウさんも教材買ったりして自己投資とか言ってますからね。そうだから、みちゃんは自分に投資します。かゆいかゆい、待って、もうかゆすぎるんだけど、ずっとかいてる足だから整形してないんだって、してないしてない、高いツボ買わないです。矯正はねする予定ないんだけど、ホワイトニングとかは行きたいです。ホワイトニング行きたい。あ、そう、ステディは明日発売ですね、皆さん明日行きましょう、セブンイレブンに。
セブンに売ってますね結構。私はねセブンでしか買ったことないかも今まで。あ、本屋さんやったら 100% ありますね。整形の方が安い。本当？本当に？そんな？明日や、あ、明日7月7日7日ですね。ササの葉サラサラですね。マジか、ササの葉サラサラか明日は。そう、セブンイレブンに売ってます。確かに7月7日セブン、え、だって明日なんかさセブンでバーゲンとかある、あるんじゃない。だってセブン、あ、でもセブンイレブン、あ、セブンの11か、あ、セブン違った、セブンイレブンやった。7月11日はさ、なんかあるのかな、なんかあるのかな、バーゲンとかデパートかよ、なんて言うっけ、セール、バーゲンじゃないか、なんて言いますっけ、セブンでセール、セール 10% セールとかありそうじゃない、7月11日とか。あ、7月7日はなんかな、なんかないかな、セール、うん、ある、ありそうじゃない、毎年7月11日どうなってんだろう、知らないけど。アマゾンプライムデーだって。アマゾンプライムデーはねめちゃめちゃ大事よ。セブンでセール、え、ないの、なーちゃんの日、なーちゃんはね全然誕生日7じゃないそうなんですか、そうなんだ。エレナのパオパオセールありますよ結構。パオパオセールパオパオセールじゃないけど、この間ね帰った時はね、うまかっちゃんがね200円台だった。安くない、だってこっちで買ったら400円ぐらいするもん。100円も違う、いや、そう100円ぐらい違うんだよね。アテンドしてください、セブンデイズボー戦うよ。セブンデイズボーって何ですか、おみもたまにはせえねない、それ、その差でかいよね。100円って結構高いよね、輸送代が。わかんない、何の100円、何の100円なんだろう。あ、でもエレナでも290円は安い方じゃないかな多分。お母さんも嬉しそうに買ってた、おうちうまかっちゃんが安かよ、買おう買おうとか言って買ってましたね。ん、売った、売ったって何、歌、いろいろ値上げ、あ、確かに最近私あれ値上げしとるねっていう、あ、でもこの間チリンチリンアイス買ったんですよ長崎で。 TMN 知らない、そう、そういえばチリンチリンアイスを買った時に言ってたわ、え、値上げしましたって言ったの。そしたらね1回目無視されたので、ニヤニヤしてるから、え、値上げしてるじゃないですかって言ったんです。そしたらね、僕に言わないでくださいとか言って、なんかあの戦争があってるじゃないですか今ロシアとか、そこそれでめっちゃチリンチリンアイスが高くなったんだよって言われて、めっちゃ気まずくなったあ、そうなんですかみたいな。だってさ、この間行った時より50円高くなってたの。250、300円だったかな、チリンチリン250円だったかな、そう、まあ、昔は100円だったのに、どんどん値上げしていくのチリンチリンアイス。そう、チリンチリンアイスがもうなんか私の知ってるチリンチリンアイスじゃなかった、そう、びっくりしました。長崎の人びっくりしますよ本当に。みんな100円だと思って買いに行ったら300円ってなっちゃうよね。結構な値上げだった、私、そう、昔100円だったのに。そうだよ、体重も値上げ、体重はね、あ、私の体重結構今あれですよ、めっちゃ頑張っているよ。てか首痛い、マジ昨日さこうやってうとうとしてたから首が痛くなる。次だけ値上がりしなければいい面白い、リアカ、そうそうそう、それよそれ、そうだよ。ホームランバー30、やばくない、30円って。一番安いアイスでもあのかき氷で50円だったよ私が知ってる。アリーさんありがとうございます、ありがとうございます。アイスバーや、
アイスバー、アイスキャンディー、ありがとうございます。アーリンさん、アーリンさんのアイコンはアーリンさんじゃん。え、待って、アーリンさんってそのアーリンさんだったの？知らなかった。え、ももクロのアーリンさんですよね。え、違う。でもね、ちょっとね、アイコンちっちゃくて見えないんだよな。そうなんだ。私ね、ももクロ好きだったんです、ずっと。小学生の時、今も好きですけど、なんか今過去形そう、小学生の時にめちゃめちゃ好きで、誰が好きだったかっていうとアーリンさんでした。アーリンが一番好きだった。みんな誰ファンでした？5人6、私はね5人になってから、だから6人の時はそんなに知らないんですよ。5人になってからめっちゃ見てた、ハマってました。そう、ピンクが好きだったのかな。いや、なんか、え、何が好きなんだ。え、でも普通にアーリンが一番好きだった。ももクロもみんなこと好きで、マジでやばー、嬉しい。トンデブーリンじゃないんですかそう、好きだった。あの、アーリンは反抗期って歌知ってます？その歌めっちゃ好きで、めっちゃ歌ってた。なんだっけ、反抗期ってやつめっちゃ好きやった。飛んでイスタンプ、何ですか、飛んで埼玉しか知らないですけど、インタス、聞いたことある。アーリンのこと佐々木って言うなって言うた。あれ、これ同じ歌か。アーリンだよってやつ、めっちゃ可愛くて、小学生の時ずっと、え、なんで見てたんだろう、あれ YouTube かな、なんかね、ずっとね動画を見てましたね。で、一人で真似して歌って、小学校で自慢してた。ももクロ好きなんだとか言って、何の自慢なんだろうみんな好きだった、小学生の時。え、なんで見てたんだろう、 YouTube かな、テレビかな、なんかでね動画を見てたんだよね。オミーリングラードとかあるんかな。え、何ですかそれオミーリングラード、ん、何それ、ドーナツの話。オイリップ、オレンジあっちにあるんだ、ちょっと持ってくるのめんどくさくて。 YouTube かな、小学生の時って YouTube しか見るもんなくない？とか今でも YouTube しかないよね、あんまり動画って見ないくない。おみは、あ、違う、俺はおみの方が好き。ほんとか、リングに反応した、リングって何？あ、ポンデリングか。そう、小学生 YouTube もな、え、なかった？ほんと？YouTube で確かにさ、そんな、そっか、 YouTube ってでも最近だよね。 YouTuber ってのが最近じゃない。 YouTube って昔はなんか音楽とかしかなかった気がする。ジェネギャーやな。最近私ミスドよりクリスピードーナツ派だもん。みーちゃんに反抗期来たら泣いちゃう。私反抗期あったのかな。反抗期あった？私って誰に聞きよったなんかなかった。あんまテレビはねそんな見てなかったっちゃ見てなかったけど、最有機は見てました。反抗期あったのかな。え、お腹空いてきた、どうしよう、お腹なりそう。年中無休の反抗期、反抗期はない、今反抗期でしょ。マジか、反抗か。反抗ってどの程度のことを反抗っていうの。普通に嫌なことは嫌って言うよそれ反抗期、それ反抗期かな、わかんないな。お母さんに強かった、お母さんに、お母さん怖かったからな。そんな強く言ったら、怖かったから、そんな強く言ったらぶったたかれましたからなんかね、今は全く怖くないんですけど、なんかちっちゃい時は本当に厳しくて、
小中学生の時とかめっちゃ中高校生ぐらいかな、まあ、ではめっちゃ怖かった。今は全く怖くない、なんか怒られんくなったけんかな。そうめっちゃ強い、おかん強すぎ、逆らえませんでしたからね、反抗しようっていう気にもなりません、なりませんでした。あ、そう、ヨギボー、それそういう人いるのかな、反抗期はあったのかもしれないけど、反抗期あったのかもしれないけど反抗しなかったな、もうどうせ反抗したら怒られるから。そうですね、あんま反抗しなかったか。でも確かにサッカー部に入った時とかは喧嘩しましたね、口聞かなかった1週間ぐらい。そう、うん、あ、お腹鳴っちゃった。そう、本当に1週間ぐらい口聞かなくて勝手にサッカー部に入りましたね、はい、で高校生の時もサッカー部に入る入らないで喧嘩して口聞かなかったけど、私がサッカー部に入らなくなったら突然優しくなって仲良くなった。なんでだろうね、なんかお母さんは勉強してほしかったんだって。あ、カジノフォンテンさんありがとうございます。今ピュって出てきたジェラートありがとうございます。そう、なんかお受験してるんですよ、で失敗して地元の中学に行ったんですけど、そうお母さんはそう勉強してほしかったんだって。そうでサッカーなんかやったら勉強に集中できないでしょみたいな考えだったんですよ。アホですよね、アホですよね。でも全然集中してましたよ、ちゃんとやって勉強もしました。そう、なんで そう思ったんだろう。でも確かにね、まあでも勉強だけするしなくない、中学生やっぱ部活も勉強もやった方が絶対いい。そうで、それで喧嘩してサッカー部に入りました。でもそれだけ強引にサッカー部に入ったもんだから勉強はしなくちゃいけなくなって、そうまあ勉強はしましたよ、ちゃんと。お母さんの気持ちも、でもまあその時は無理やり入りましたね、はい、そう私には無理だった。そうなんです。でサッカー部に入ったけど、まあ、それでも成績ずっと上位だったから全然大丈夫だった。それからは何も言われなかった、別に。なんでサッカー部なかったですね。そう、なんでそんなにサッカーしたかったの、なんでだろうな、サッカーしたか好きだ、あ好き、あじゃあ そもそもそう中学のサッカーには入っちゃダメだ、入っちゃダメって言ったのお母さん。でも女子サッカーはしていいって言ったんですよ。女子サッカーが週に、女子サッカーのクラブチームだったんだけど、なんか週にね何回かしか、2回ぐらいしかなくて、そうそれぐらいだったらいいよみたいな、できるけど、その部活に入ったら毎日あるじゃん、毎日会って塾も行かないといけないし、その女子サッカーも掛け持ちするしみたいな、スケジュール的に無理でしょみたいな感じだった。その時はね、なんかもともと地元の中学のサッカー部に入る予定なかったんですよ。けどなんか週2でサッカーするのがなんか少なく感じて物足りなかったんですよね、その時は。あ、しんさんはじめまして、尾上みずきです、よろしくお願いします。こんばんは、しんさん。あ、ケイトさんもはじめまして、尾上みずきです、よろしくお願いします。そう、やること多すぎてダメって言われました。ラグビー部に入る予定はなかったですか？なかったです。全然なかったです、なかった。画質そんな悪い、じゃあもう半目で喋ろう、そんな悪いだったら半目で喋ってもバレんやん。そう
そうだよ。そうそうそう。それでお母さんはダメって言ったんだけど、まあ結局どっちもできたんでよかったです。なんかもう勉強、そうお勉強も頑張ってたよ中学の時までは。だってめっちゃ成績良かったもん昔はね。けど楽しかったんだよねその時は。普通にお勉強も分かれば楽しいじゃん。え、ジェラートさんが何したの？わ、ありがとうございます、ジェラートさんありがとうございます、ジェラート、ありがとう、ジェラートさんありがとうございます。違う、なんか楽しかったのその時はお勉強が。けどなんか楽しくなくなったけんかやめちゃった。そう、そしたらこうなりました。勉強は大事。私自分のなんか子供とかいたら絶対勉強させますもんねまあ勉強させますね、結構多分厳しくさせると思う。してた方が便利じゃん。だって あ、 ありがとうございます、小倉あんこです。いい、誰誰誰なのありがとうございます、いちごじゃん、あ、いちご、いちご大福ありがとうございます、ありがとうございます。近くにあったハンガーが、ハンガー白なんですね。イエス、白とピンクとアルバイ。俺はさせない。あー、でもまあしたそう無理にはさせんかな。あー、いやどうやろう。でも宿題とかは最低限、ん、頭にハンガー挟むと勝手に横向くからね。それさやったことあるけどさ、ほんとならなかったんだよね。え、これこれこれ何、いて、いった、痛い。おお、なんかあれみたい、ひょうたんみたいな頭がなっちゃった。え、全然ならないんだけど、全然まっすぐ向いてるんだけど、どっちに向くの？え、どっちに向くか教えて。こっち？全然向かない。いや全然向かない、どうするのね、全然向かない面白いって、あ、面白いならよかよか力抜きよ、抜いた、力抜いたけど氷炭みたいじゃない、なんかやばい、向いてきた、傾いてきた、あ、やばいやばいやばいねえ、どうしたら、こういうことでしょ、こうとかこうでしょ、え、などうしたら向くの、やばい、待って124人も見とる、アホアホ、やばいやばい、やめて、ほんと恥ずかしか、誰ねこんなことさせたのは。あー、もう危ない危ない、124人の方に危ない危ないやつだと思われるとこやった。なんか違う、待って、ふざけてないよ、真剣真剣、待って、これ100均やけんじゃない、いいハンガーやったらいい傾き方をするんじゃない、おー危ねえ100均やけんじゃない、アウトか、ハンガー持ってるからやろ、え、どういうこと、どういうことよ、アホなんですね今、アホじゃないんだけど、アホです、アホですね。なになに、100均バカにしないで全然痒くない、あ、触覚、あ、確かにね、触覚はねそんな痒くないんですけど、こっちのね、ここここが痒いってよ、たまに、ここのさ、つむじじゃなくて、これなんて言います、眉間、眉間って言いますか、この眉頭って言いますか、このここ、この眉毛と眉毛のこの眉頭と眉頭の間、眉間、それがねたまに痒くなる、この眉頭、そうこう当たってから、あ、眉が、眉間、え、眉間って言うんですか、それで、そう、ここにねちょんちょんってね前髪になったってかゆなるさ、眉髪が、あ、眉毛のとこやったらさいいっちゃけど、眉毛と当たっても別に、そうでもね、じかに当たってくるけん痛い痛い、かゆい、たまに、え、そんな人中、人中恥ずかしいけんなんか言わんで、人中の話ね、人中面白いって言わんで、なんか人中恥ずかしいけん言わんで人中の人中なんか吠えられても恥ずかしい、なんか
え、なんか嫌じゃない？はい。デコ出しはねあんましないんですよ。あんまとか一回もしたことないんじゃないかな、配信とか写真とかではあるけどね。ね、人中褒めんね、人中褒めんね。で、人中のこと私ずっとさ人参って言ったけね。なんでかな、人中人中って読むじゃん。でもなんか前ずっと人参人参って読んで小学生の時。なんでだろうね、アホだよね。配信で見たい、うん、痩せたらね。そういう問題かな、わかんない。でも恥ずかしいけど、わかんない、なんでか小学生の時そう読んでたんですよ。向きがあるんですよ、ハンガーを耳にかける時は。嫌だ嫌だ嫌だ、痩せたら水着、痩せたら逆に水着解禁できんくなる。うん、逆にね、126人の皆さんに見られてますよ私。大丈夫かな。あ、まさこさん、はじめまして、尾上瑞希です、よろしくお願いします。あ、なんかこれ実験してる風じゃない。あ、そういえばなんかの誰やったっけ、なんか自由研究っていう単語を思い出したんだけど、皆さん今日の突然だけど自由研究について話そうよ。え、皆さん自由研究ってさ何してました、小学生の時とか。突然思ったんだけど、なんかさ私思ったってよ、自由研究結構なんかその人のなんか発想力とかなんか試されますよね、なんか頭の良さっていう賢さみたいな、いろいろ工作ね、はいはい、工作。なんかさ夏休みのさ、あの終わってからさ展示されるやん、夏休みの作品とかさ自由研究とか、それ見るのめっちゃ好きやったな私。そう、なんか自分のより学年が上の人たちの工作とか見ると、うわめっちゃすげえみたいななるとよ、わかる。そう、便利ね、ハンガーってこっからこうやってかける。標本、はいはい、カブトムシとかね。え、自由研究ないの韓国に。今日はゆるゆる、え、ゆるゆるですよ、最近ゆるゆる多い。見ないでね、なんでよ。見ないでって。ピアスでかい、あ、そうピアスってピアスじゃないわ。研究はしたことない、実はね私もしたことないんですよ。だってさ自由研究ってさ、自由研究を真剣にやれる小学生って多分めちゃめちゃ偉い。五島列島の貝殻を集めてて、本当か、本当に嘘やろ、絶対行ってないやろ五島まで。おみちゃんのことは研究してます。あ、そしたら自由研究できたら DM で提出してください、ぜひ。自由だからね、そんなこと本当小学生には。いや私ね本当に1日で終わる自由研究しかしてこなかったんです、6年間。だから本当に30日だか40日だか知らんけど、夏休み40日しっかり毎日毎日研究を重ねてきた小学生とかいたら本当にすごい。模造紙とか使ってる人はすごい。何ですか模造紙って。模造紙ってなんだっけ、模造紙なんだっけ、あのでかい紙のこと。え、でも私模造紙使ってたよ、でかい紙のことでしょ模造紙って。違う、え、模造紙に卵の自由研究をしてました私。そう、一番最後に小6の時にした、あ、そう、でっけえ紙に、え、なんだ、何してたんだろう私。なんか卵を浮かせたり卵を割ったり。マジで食べ物は大切にしてください。私の私は卵をめっちゃ研究してたけど、あれ食べたのかな、もう食べたのかな、うん、忘れたけど。なんか卵をさめっちゃさ意味わかんないをしたんですよ。でもなんか先生に褒められた、目のつけところがいいですね、着眼点がいいですねって言われたんですけど、え、これ1日で終わりますなんてことは言えなかった。なんかみんな真剣にやってたから。そう、
自由研究1日前に、ね、何しよう何しようとか言って、えとりあえずこの卵いろんなものに入れてみるかみたいなやばいよね。そうアホだった。それとか、カブトムシのなんか自由研究っていうかシャープだねなんか自由研カブトムシのさなぎをなんかふかでしたっけ、あのカブトムシにさせることはできるのかみたいな意味わからんことやってましたね。あとは何したかな、そんな感じ。ちょっと私すごい、そうあとね夏休みの課題でですね、あのすごいこれねちょっと意味わかんない話なんですけど、意味わかんないとかなんか、あの夏休みの宿題であの絵を描いてきてくださいって言われたんですよ。絵全員クラス全員ね絵を描いてきてくださいって言われて、私双子なんですけど、そう双子の相方とあの同じ課題が与えられるわけ。そう絵絵画を与えられて、でそれでなんか夏休み終わってその絵を提出するじゃないですか。そしたらなんか秋ぐらいに先生から呼び出されて、あのおめでとうございますみたいな、尾上さんの絵はあの入賞しましたって言われて、あんな適当に描いた絵がと思ってたんですよ。そしたらさ双子の相方のリュウさんもあの入賞してたのしかもこれが面白いのが、2人とも同じ場所に座って同じ風景、なんか海が見えるんだけど、私んち海が綺麗に見えて夕日が綺麗に沈むんですよ。それを2人と同じ絵を描いて、同じ ほとんど同じ絵なんです。そう、えどっちがうちらの絵みたいな、え龍の絵どっちぐらいのレベルのほぼ同じ絵が2人とも入賞しててやばすぎた、面白すぎた。でもなんか確かにちょっとだけなんか色の使い方とかはちょっと違うんだけど、ほとんども同じ絵なのに2人で入賞して表彰式に行ったもんね。なんかしない、はじめましてコメントありがとうございます。はじめさん、はじめましてこんにちは、尾上みずきです、よろしくお願いします。やばくない？てかさ、それ選んだ人もさほぼ同じ絵なんだからどっちでもよくねみたいなそう思った。しかもさ、それ本当に夏休みが終わるがね、違う、なんか学校の廊下とかじゃなくて浜の町に飾られてたの。浜の町、長崎の市内のあのデパートみたいなところに貼られてて、ちゃんとした入賞だった。その校内、学校の校内で入賞したとかじゃなくて、ちゃんとなんか市内で選ばれたやつだった。表彰式に行ってちゃんと家族みんなで絵を見に行きましたねそう、浜屋ちゃんとしたのを着てさ行ったんだよ。表彰式こうやってもらって、いやほぼ同じやんとか思いながらそう面白いよね。しかも本当にね1時間ぐらいで描いた絵なんですよ。ねえみーちゃん、夏休みの絵描いてなくないみたいなね、描き行くかみたいな感じで絵の具出してあのベランダ行って、2階のベランダに行って2人でドーンって座ってこうやって描いてたのそう、思い出、今でもね思い出します、思い出すっていうか覚えてます、2人で絵を描いたの。そう、あそう、なんかでも夕日じゃなくて、夕日がメインにすればいいのに、私たちあまりにも忠実に描きすぎて夕日の目の前にある屋根から描いてるんですよなんかもうちょっとさ、別にさそんな忠実に描かなくていいじゃないですか、妄想で絵描いてもいいわけじゃないですか別に。そう、それなのにめちゃめちゃ忠実に屋根ぐらいから描いてて、うん、めっちゃ面白かったそう、人んちの屋根をいっぱい描いて超忠実だから、2人とも同じ絵だったの。そうそれが入賞しましたね。なんか絵とか習字とかよくね入賞してましたよ。意外と得意だった、絵描いたりするの。習字も得意だった結構。あ、
習字はね、まあまあ普通だったんだけど、あの皇室とかはねよくね入賞してましたよ。おみママ写真いや写真ないでしょ、あるかな、まあ、家にありそうだな、そこまでなんか入賞してたらね。いや面白いでしょ、夏休みで思い出したわ。そうですね、夏休みの思い出はそんな感じ。あとは夏休みの、あとおみずきの伝説で言うと、夏休みの宿題を夏休みが始まる前に終わらせたっていう全部すごいやろ。あ、りんちゃんありがとうございます、ジェラート。え、すごい、なんでこの、え、すごい、ジェラートさんがジェラートいっぱいありがとうございます。ジェラートいっぱいありがとうございますありがとうございます。あ、りんちゃん3個も3個もありがとうございます。あ、ほんとや、ありがとうございます。そうやろ、怒られそうでしょ。だから夏休みは勉強してなかった。あ、でもしてたわ。なんかさ、うちさ、なんかさ、なんか夏休みの宿題とは別でさ、なんか学研みたいなやつやってたんですよ。チャレンジ1年生とかじゃなくて、なんかチャレンジじゃないんですけど、なんかチャレンジじゃないけど、なんかやってたんですよ、学研みたいな、毎日毎日。そうだから夏休みも勉強してたんですけど、あの塾に行ってたから塾の宿題もあったから勉強はしてたんだけど、してたけど夏休みのその学校の宿題は全くしてなかった、夏休み期間。うん、学研、学研って言うと、あ、サマラさんこんばんは。うん、チャレンジじゃなかった。でもなんかみんな学校のお友達がチャレンジばっかしおるしさ、で私たちだけチャレンジじゃなかったと。え、なんでハンガー持ってるかわかんないけど、近くにあったけ持ってるだけです。耳赤いやろ、これ耳、あ、そう、かゆい、ちょっとなんか、あ、クモンでもな。夏休みはね、まあ、遊べましたよ。だって夏休みってほんと長いじゃん、そのうちの1時間2時間8時間ぐらい遊べるでしょ。で8時間中3時間サッカーしても5時間は遊べますからね。武器を捨てなさい、すいません。チャレンジ、学研、クモン、Z 会、違う違う、全部違う、あ、全部違うなんかわかんないけどね、なんかやってましたね、真剣ゼミとかじゃない。だから私はチャレンジをしたかったの、なんかみんながさチャレンジの話しててさ、なんかさチャレンジのさ、なんかさ付録みたいなのあってさ、いいなって思ってた。いいな、待って、ニキビが痛い。そう、ベネッセでもないの、なんかなんなんだろう、意味わかんない学研をしてたうちら。しかもさ、なんかチャレンジとかの方が絶対分かりやすいんですよ。なんか可愛い絵とかがついててさ、すごい分かりやすそうだったんだけど、私たちがやってたさ学研、本当に文章とか数字とかしかなくて超難しかった。できなかったよねできなくて普通に答え見てたよね、見てましたね。多分武田さん知ってますよ。あ、ね、勧誘の漫画あれ面白いんですよ。結論いつも同じオチなんだけど、なんか面白いんだよな。チャレンジやると部活も恋愛もうまくいくそんなわけないやんね、そんなわけないやん。あ、学研って何、え、ちょっと学研ってなんだろう、え、学研って、私学研ってそういうの全て合わせて学研って言うとかと思ってた、違うと。よう分からんさ、なんかよう分からんやつばしょったさ、うちらチャレンジがよかった、今思うとチャレンジがよかった。恋愛うまくいきました。え、私小学生の時とか一瞬も好きな人いなかったんだけどいなかったんだけど、本当になんか20人ぐらいしかいなかったんですよ、クラスメイトが。17人ぐらい、18人やとか19人やとかそのくらいしかいなくて、そう、そんななかったよ。なんか恋する人もいなかった。でも小学1年生の時に、あ、小学2年生の時に6個ぐらい年上のお兄ちゃんにバレンタインをあげたの。その時はね、なんか好きっていうよりかは、え、好きだったのかなわかんない、かっこいい、よかったのかな、わかんない。サッカー部のお兄ちゃんに
あのバレンタインをあげたの、チョコレート。かわいいね私。かわいいね。かわいい。そう。大きなあのショコラケーキ、ガトーショコラ、ガトーショコラバネ。あでも全然イケメンじゃ、あイケメンじゃないって言うと変だけど、全然私はそのイケメンじゃないって言うと変だけど、その唯一私が真剣にチョコレートを小1の時にやったお兄ちゃんは全然別にかっこよくはない、顔がかっこいいとかじゃなくて本当に優しかったの。でも本当に多分みんなが見てもう別にそんな、なんかかっこよくはない、かっこいいとか顔がかっこいいわけじゃなくて、そう性格が優しくて、そう性格が優しくて多分好きだったんだろうね。私がね、あのスティッチが好きだったの、その時、その時にスティッチのキーホルダーをくれたの。それは覚えてますね。お金とかないでしょ小学生で。あ音楽、え全然関係ないですね、顔も似てない性格も別に。でもまあ優しかったです、めちゃめちゃ。6年生ぐらい、6個上かな、5個上。そうそう、ジャニオタのみなんでやねん。やめてよ、好感度上げよ。いや本当に事実なんですよ、事実。好感度上がります、人のことかっこよくないとか言って。下がったでしょ絶対。あ見てないでほしい、この、まあ、見ることないか、そのお兄ちゃんは。まあ、会ってないですねそれから、小学生以来。中学生の時一回会ったけどって感じですかね。写真見たら実際マジでマジで、えその私があれあげた人ですか、小1の時に。えマジで全然か。本当だよ、本当にびっくりする。今28だもんな。えあその人が、どんな顔だってるんだろう。確かに見てみたくはありますね、あの時は。若い人お兄ちゃん、久保くんやったと。久保じゃなかったけどな。ハメスにマジ本当にマジで遠い、ハメスには。もう底辺ですって。やったー、もう上がるしかないやん。じゃあ何してももう下がらんってこと。そのお兄ちゃんはこちらです。いや誰やねん、そう誰やねん。坊主でしたお兄ちゃんは。その時の優しかったんだよね、いつも迎えに来てくれて。やっぱねサッカー部結構男の子が多かったから、そうなんかいつの時も優しかった。あやべえ、そんなこんなでもうあと1分だ。じゃあランキング見ます。第1位ジェラートさん、かっちゃんかな、違う、ありがとうございます。第2位小倉あんこでーす、インテリヤクザさんかな、違う、ありがとうございます。第3位ジェラードン、これ峰松さんじゃない、違う、ありがとうございます。第4位、あ第5位アーリンさん、ありがとうございます。第6位リンちゃん、ありがとうございます。第7位トム・クルーズさん、トム・クルーズさんありがとうございます。第8位カジノ・フォンテンさん、ありがとうございます。第9位サッタンさん、ありがとうございます。第10位スーさん、ありがとうございます。第11位クボくん、ありがとうございます。第12位ポッポさん、ありがとうございます。第13位モックン、ありがとうございます。で14位ミネマツさん、三世って何。ルパンみたいに言わんで。あガニメデさん第1位だ、ありがとうございます。ガニメデさんだ、ありがとうございます。もうあっという間に終わった。